ありがとう、ダイ、ポップ。うん、それよりもありがとう、君強いんだね。本当に強かったよ。本当、初めての戦いだったとは思えないわ。え、初めてだったの？嘘、すごいね。おい、ダイ、盛り上がってるとこ悪いんだけどさ、さっきのモンスターたち何だったんだ？どいつもこいつも正気を失ってる感じだったぞ。彼らは操られているの。絆を断ち切るものによって。それって、人々の絆を断ち切り、ミラドシアを混沌に陥れるもの。その名は異空神ゼバロ。私たちが戦う運命にある相手よ。なんだよそれ、大魔王バーンだけでも大事なのに、異空神だって？世の中どうなっちまってんだ。ここはあなたたちの世界とは別の、もう一つ。ミラドシアは今ゼバロによって滅びの危機にある。あなたはゼバロと戦う運命を背負った絆の勇者。君、勇者だったんだね。強いわけだ。ダイ、ポップ、お願い、あなたたちにも一緒に戦ってほしいの。あ、俺たちも一緒に。絆の勇者の力があなたたちをミラドシアに導いたのよ。共にゼバロと戦う仲間として、これも絆の力が導いた運命なの。まったく、勝手なことしてくれるぜ。てかさ、なんで俺たちが見も知らねえ世界のために戦わなくちゃいけないんだよ。ポップ、そんな。でもこの戦いはあなたたちの旅とも無関係じゃないの。ミラドシアが滅べばあなたたちの世界も滅んでしまうのよ。え、どういうこと。二つの世界には深いつながりがあるの。それを解き明かす旅はとても長く険しいもの。さあ戻りましょう。私たちの冒険の拠点、世界の狭間にある悠久の前へ。行くよ。やるか。